はい、皆さんこんにちは。こちらは私の新型ハリア改良型の、車内からお送りしています。今回はですね、こちらの改良型のハリアが納車されたら見る動画ということで、いろいろ操作編ということで、操作方法を説明していきたいと思います。新型ハリアの、シートを調整したいときはこちらでですね、シートの、上下ですね、こちらで上下、あと背もたれの、この上下ですね、あとですね、このナンバーサポートで、ね、腰の部分を、調整することが可能となっております。はい、シートのポジションを調整しますと、こちらのシートメモリーボタンですね、こちらを例えば、セットボタンを押して1番を押しますと、シートのポジションをメモリーすることができます。レザーパッケージを選択しますと、2人分の、シートのポジションを記憶させることができます。これは購入前の注意点となります。さらにですね、レザーパッケージを選択しますと、シートヒーターとシートクーラーですねが搭載されるようになります。これも、購入前の注意点となります。こちらは新型ハリア改良型の、デジタルメーターとなっております。こちら新しくなりましたナビですね、こちら今 iPhone が、無線でつないでですね、 Apple CarPlay という機能が、なっております。こちらを通常のモードに戻したいというか、こちらのトヨタマークを押しますと、このように、通常の、画面に戻ります。例えばエネルギーフローにしたいときは、このようにですね、エネルギーフローを押しますと、今現在のエネルギーフローが表示されるようになります。また、先ほどの画面に戻したいときは、こちらの右上のこのボタンを押しますと、このように Apple CarPlay に切り替わるようになっております。新しくなったディスプレイオーディオの特徴としては、まずこの右下にですね、ボリュームとですね、電源ボタンが設置されました。これはオーディオをオンオフしたいとき、ボリュームを上げ下げしたいときはこちらでもできますし、あとはですね、こちらのハンドルのこちらでもボリュームの上げたり下げたりすることが可能となります。こちらがですね、新しくなった改良型のハリアのディスプレイオーディオとなっております。続いてエアコン操作パネルを紹介していきたいと思います。エアコン操作パネルはこのようになっていて、左右独立式のデュアルオートエアコンとなっております。例えば助手席の温度を変えたいときは、助手席の人がこちらを開くことで助手席だけの温度を下げることもできますし、運転席の温度を上げたいときはこちらを押しますと、運転席の温度だけを上げることができます。左右同時に温度設定をしたいときはこちらを押しますとデュアルが消えますので、このように左右両方の温度設定をすることが可能となります。助手席だけをこうしたいときは、こう自動的にこのデュアルというモードになりますので、これはとても便利な機能と思います。あと、エアコンのオンオフはですね、こちらがオートになります。自動的に温度調整をして、快適な風量もしくは温度調整をしてくれています。風量を調整したいときは、こちらで一番小ですね、上げることが可能となっております。はい、また風向きですね、風向きも基本的にこちらのオートにしとけば、自動的に調整してくれると思うんですけど、こちらをスポットで足元にしたりとか、フロントの窓と足元、あとこちらはこう前側に風が来るように、設定することが可能となっております。またこちらですね、エコモードといって、燃費重視にしたいときはこちらを押しますと、エコモードになります。こちらはフロントの曇り止めですね、こちらを押しますと、このようにですね、フロント曇り止めになります。はい、こちらはですね、リアの曇り止めと左右の、曇り止めとなっております。切りたいときはもう一度これを押しますと、切れるようになっております。はい、あとこちらはですね、室内換気の、内気循環もしくは、これ内気循環ですね、これを押しますと、外気になります。またこちらですね、フロントシートだけ風をしたいときはこちらですね、リアに乗られるときはこちらを押しますとオフになりますので、リアにも風が行くようになります。あとこちらエアコンのオンオフですね。新型ハリア改良型の操作パネルはこのようになっております。あとこちらのタッチパネル以外にも操作ができるようになっております。ヘイトヨタ、ご用件をどうぞ。運転席の温度を上げてください。ドライバー席の温度を 27.5 度に設定します。ヘイトヨタ、ご用件をどうぞ。助手席の温度を下げてください。助手席の温度を 22.5 度に設定します。このようにヘイトヨタと呼ぶだけで、音声認識機能が働いて温度調整をすることができます。例えばこのようなこともできます。ヘイトヨタ、ご用件をどうぞ。窓を少し開けて。運転席の窓を少し開けます。はい、このように窓を少し開けることができますし、ヘイトヨタ、要件をどうぞ。運転席の窓を閉めて。
運転席の窓を閉めます。はい、このように運転席の窓を閉めることができます。続いて新型ハリア改良型の運転席の紹介をしたいと思います。まずハンドル周りはこのようになっております。このデジタル液晶メーターがとても美しいですよね。まずこちらの操作方法、まずハンドルの右側ですね、こちらはですね、レーダークルーズコントロールなどの、運転支援系の操作スイッチになります。まずこちらのボタンが、レーダークルーズコントロールのセットのスタンバイのボタンとなります。こちらを押しますと、このようにスタンバイ状態になります。スタンバイ状態になったのは、こちらが緑になりますとスタンバイ状態になります。これでクルーズコントロールをセットしたいときは時速30キロ以上の速度で、こちらの下のセットのボタンを押しますと、セットが可能となります。その時の車間距離の設定ですね。車間距離の設定はこちらになります。これを押しますとこの3段階ですね。3段階、2段階、1段階と、こちらのボタンを押すごとに設定が可能となります。さらにこちらの下のボタンですね、これはレートレーシングアシスト機能ですね。操舵支援となりまして、こちらを押しますとこのようにレートレーシングアシスト操舵支援あり、センタートレースありということになります。もう一回押しますとレートレーシングアシスト操舵支援ありとなります。この2種類のモードが、可能となります。両方したい場合はこのように、LTA 操舵支援ありセンタートレースありを、設定しておくことをお勧めいたします。そして、クルーズコントロールの時に、解除したい時はこちらのキャンセルボタンを押す、もしくはブレーキを踏む、ブレーキを踏むことでキャンセルが可能になります。あと速度の上げ下げですね。速度の上げ下げはこちらで上げたり下げたりすることが可能となります。こちらのモードはですね、オーディオのモード、 AM、FM とかテレビとかのモードの切り替えとなります。そしてハンドルの奥を見ていきたいと思います。新型ハリア改良型ですね、オートライトとなっておりまして、基本的にはこのオートという位置になっておりますので操作することはないと思いますが、夜間になりますと自動的に点灯します。自分でライトをつけたいときはこちらを押しますと、このようにですね、ライトが点灯いたします。ライトが点灯しますと、ライトが点灯したことが、分かるようになっております。そしてこちらはですね、フォグライトですね。こちらをこのようにしますと、このようにフォグランプ、これですね、ついたことが確認ができるようになっております。ライトをスモールに夜したいときはこちらをこう1回しますとスモールになります。さらにこう長押し2秒しますと、消灯になります。また発進したいときはですね、オートライトに自動的に戻りますので、自動的に夜間などはライトがつくので、ライトをオンオフすることがなく、走行が可能となります。あとこちらですね、ウインカーですね、ウインカー左右のウインカーですね。あと、パッシングするときはこうするとパッシングですね、になります。ハイにしたいときはオックにしますとハイビームになります。あとですね、新型ハリアにはですね、こちらに A というボタンがあります。これ何かと言いますとですね、アダプティブハイビームシステムといって、基本的にハイビームシステムで走行してくれます。また対向車などが来た場合は対向車の部分を遮光してくれてロービームにしてくれたり、あと速度の部分だけをハイビームにしてくれる、とても便利な機能となっていますので、基本的にはこれをオンにして走行する方がですね、安全に夜間過ごせますので、オンにしておくことをお勧めいたします。これもですね、滑り止めの装置ですね、これをオフにしたいときは押しますとTRC オフになりますけど、基本的にこれもですね、押してオンにしておくことをお勧めいたします。そしてこちらはですね、これは何かと言いますと、ハンドルヒーターですね。これを押しますとこのハンドルのこの周囲がですね、暖かくなりまして、冬などに乗ってすぐですね、ハンドルが暖かくなりますので、快適にドライブが楽しめます。これはですね、バックドアですね、トランクのオンオフの操作スイッチとなっております。こちらは新型ハリアのですね、ドアのスイッチとなります。これはドアの、鍵のオンオフですね。こちらを押しますとこのようにですね、ロック解除、こちらを押しますとロックとなります。こちらを押しますとお子様などが、お乗りの際に誤って、操作して窓が開かないようにしたいときはこちらをオンにしておくことをお勧めいたします。そしてこちらウィンドウドアのスイッチですね。これ前後後ろのウィンドウドアスイッチとなっております。そしてこちらミラーの調整ですね。こちらにしますと、右の調整、左にしますと左の調整、そしてこちらですね、しますとこのように畳むようになります。こちらを押しますとポート A にしておきますとロックしますと自動的に閉まるようになります。常時開けときたいときはこちらをしますと常時
ミラーを開けておくことが可能となります。続きまして運転席の左側ですね。運転席の左側、こちらはオーディオ操作系のスイッチとなります。電話をかけたいときはこちらを押しますと、例えば Apple CarPlay につながっているときはこちらを押しますと、このように操作できるようになっております。あとこちらボリューム調整ですね。そしてこちら先ほど、しました音声認識ボタンですね。こちらを押しても呼び出すことが可能となります。例えばこのようなこともできます。ご用件をどうぞ。超高パノラマルーフを開けて、超高パノラマルーフを透過状態にします。このように自動的にオープンにしてくれて、透過状態ですね、空が見えるように、します。ヘイトヨタ、ご用件をどうぞ。超高パノラマルーフをオフにしてください。超高パノラマルーフを超高状態にします。はい、このように音声で超高状態をオフにすることも可能となります。はい、あとこちらのボタンでですね、このインフォメーションディスプレイですね、こちらの設定が可能となります。長押しをこれをしますと、このようになりますので、設定したいときはこの設定モードですね、設定モードに、しまして、長押しをします。そうしますとこのようにですね、メーターの調整とかいろいろ出てきますので、こちらで調整が可能となります。例えばメーターのデザインを変えたいときはこれを上にしまして、表示設定、これを長押しします。例えばメーターのデザインを押しますと、今このスマートタイプということになってます。例えばカジュアルタイプとか、タフモード、スポーティーにしたいときはこのようにしますと、スポーティーのモードに、切り替わります。また他の設定に変えたいときはもう一回長押ししますと可能となります。例えばメータータイプですね、今一眼タイプとなっておりますが、例えばこの二眼タイプにしますと、このような二眼タイプにすることも可能ですし、何もないタイプですね、速度表示だけにしたいときはこのように、このようなモードにも設定することが可能となっております。こちらの、この十字キーで、操作することが可能となります。はい、ちなみに私の好きな、メーターデザインとしましては、まあスマート、例えばスマートのメータータイプは結構一眼が好きですね。この一眼タイプの、メーターが好きですね。で、一眼タイプでメーターデザインと言いますと、まあカジュアル、まあ標準のカジュアルですね、もういいんですけど、スマートが比較的見やすいですかね。また結構このタフとか、スポーティーとかも結構気に入っていて、気分でですね、いろいろメーターデザインを変えて楽しんでます。ちなみにこの左側のリセット間平均燃費と、この現在の瞬間燃費といいますか、エンジンかけてからの燃費が表示されるモードは、この一眼のタイプと、先ほどの何もないタイプの時に表示できますので、私はそのどちらかが好きですね。二眼タイプにしますと、こちらが両方見えなくなりますので、だいたい一眼で走行しております。また皆様のですね、好みのタイプがあったらコメントから教えてください。また購入しておすすめグッズとして以前の動画で紹介していますが、この左右、運転席と、助手席側のドリンクホルダーや、このスマートフォンホルダーですね、これもとても気に入っております。あとこの、このドリンクホルダーにかぶせるタイプのこの小物が置けるようになったこのドリンクホルダーですね、これもおすすめですね。あとこのゴミ箱ですね、これも、結構気に入って、あと、針はちょっと置き場がないんで、こちらに、メガネ置き場ですね、これもこのようにですね、メガネを置くことができます。はい、あとハリアはですね、 Z グレードになりますと、このデジタルミラーが標準装備となります。このようにしますとデジタルミラーになります。こちらでオンオフになります。これはですね、前後方録画式のデジタルインナーミラーとなっております。はい、あとこちら、天井までですね、ライト、こちらありますと運転席、助手席側で全体のライトですねとなっております。これはですね、SOS の、コールセンターボタンのスイッチとなります。こちらを押しますと、もしもの時に、緊急センターにコールされるようになります。例えば雑念して、動けなくなった時とか、事故に遭った時、また煽り運転とかいろいろ困った時にこちらを押しますと、SOS コールとなります。あとこちらですね、超高パノラマルーフのオープン、クローズのボタンになります。例えば今オープンにしますので、クローズにしてみたいと思います。はい、このようにですね、超高パノラマルーフを閉じることができます。こちらでオープンですね。
ちらを押しますと、調光モードですね。はい、空が見えるようになります。はい、ついたハンドルの左奥側ですね。こちらはワイパー操作レバーとなっております。はい、こちらですね。ワイパー、下にしますと、ワイパー、完結、通常ワイパー、強みのワイパー。で、1回だけしたいときはこれを上にしますと、ワイパーが1回だけになります。あとこれ、こちらはですね、後ろのワイパーですね。後ろのワイパー取れます。そしてこれをこっちにしますと、後ろのワイパーの、洗浄になります。これは、完結の早くしたり、遅くすることが可能となっております。そしてこちらがですね、ハリアのシフトノブとなっております。パーキング、バック、ニュートラル、D、そしてこちら、S、プラス、もう、プラスにしたり、マイナスにしたりすることが可能となります。はい、そして改良型のハリアには、このように USB ポートが3つ、搭載されております。スマートフォンなどを接続して音楽データを聞きたいときはですね、こちらの一番右側のこのところに挿しますと音声データなどを、スマートフォンから転送することができます。そして、充電などはこちらの左の2つの、USB Type-C のタイプで充電が可能となっております。そしてこちらですね、ドライブモードの選択モードとなっております。こちらを上にしますとこのようにスポーツモード、下にしますとノーマルモード、もう一個下にしますとエコモードを選択することが可能となります。充電の容量がたっぷりあるときはこちらの EV モードを押しますと EV モードで走行が可能となります。ちなみに今現在はハイブリッド充電不足のため EV モードに切り替えできませんとなりますので、充電がありましたらこちらでですね、EV モードで走行することが可能となります。はい、あとこちらブレーキホールドボタンですね、こちらを押しますとこれですね、ホールドボタンが、ホールドのランプが点灯されD の時に信号停止などでグッとブレーキを踏みますと、このようにホールドランプがつきます。これで、ブレーキから足を離してもこのようにブレーキホールドしてくれて停車中に足を離すことが可能となります。はい、ちなみにこちらは電動パーキングのボタンなんですけど、こちら基本的に使うことはないと思うんですけど、例えばハリアの場合はですね、この D にしますと自動的に解除されますし、 P にしますとはい、自動的にこのように入りますので、基本的には使うことないと思いますが、強制的に解除したいときはこちらをブレーキを踏んで押しますと、解除できます。ちなみにもう一回かけたいときはかけることができますけど、基本的にですね、これドライブにしますと自動的に解除されますし、 P にしますとこのように自動的に P に入ります。ハンドルの右奥にはこのようにですね、ETC の挿入口があります。ちなみに私はこれですね、ETC カバーを装着しております。あとですね、ガソリンの給油口の蓋を開けたいときはこちらですね、こちら右側を押しますと蓋が開きます。そしてボンネットを開けたいときはこちらですね、こちらを引っ張りますとボンネットが開くようになっております。はい、ということで今回は新型ハリア改良型が納車されましたら見る動画ということで基本操作編ですね、基本中の基本をですね、紹介していきました。またですね、新型ハリアの動画をいろいろ上げていきたいと思います。また過去にですね、燃費の動画とかいろいろ上げてますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。